いつでもいいです。アメリカの洗剤。激落ちスーパー。激落ちね、間違いないよ。 中国のやつ。リアルアメリカンヴィンテージスタイルザグルビハイアンドオールドデビルブーンの、リキです。今日はね、3つ商品ができたので、ちょっとご紹介をしていきたいというふうに、思っております。お時間のある方、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それではまず初めに、このジャケットじゃないや、俺つなぎか。1930年代の、モーターサイクルスーツっていうのかな、が一応できました。なんかこんな全体をちょっと映る、これシルエットがなんかね、すごい面白い。今自分着てるのが、M サイズで、これなんか30年代か40年代の、有名なモーターサイクルの会社が、多分手掛けて作っていったものになるんだけど、すごい変わってて、なんかね、もともとこういう切り返しなんですよ。で、ここにね、グルービーはこのトイレに行きやすいようにジッパーをこうやって作った。これオリジナルはないんだけどね。ただこいつ、ちょっと今これ開けちゃうと本当に見えちゃうんで、これピッてやると、トイレに行けるという感じ。だこれバラしてこれ切るのちょっとね、なんか大変なんだけどね。なんか今オルゴールみたいなのがちょっと今なっちゃってるけど、であとここからポケがこう手入れられて、この中からこう自分のジーパンとか履いてこれを履くっていう感じの、だ本当にバイクに乗ったりとかして、このスーツを着てバイク乗ったりとかっていう風な感じのスーツなんだけど、すごく面白い。で、本当はこれなんか多分カッパかなんかの、用途で多分作られてたものだと思うんだけど、オリジナルはここにポケットもついてないんですよ。ただここにポケも作ったんで、自分のジーパン履いて自分のポケット使えるように、ここタロンのジッパーで手が入れられるように、ちょっと変更してある。なんかすごくね、面白い。僕はすごくお気に入りなんだけど、これを着てこうバイク乗ったりとかっていうことでね、数がうんと少ないんだけど、あとアジャスターでこの部分もアジャスターできるっていう感じになってるかな。あと足のとこちょっと見れるかな。これも本当はこれ縛ってこうギュッとこうね、サイズ調整とかするんだけど、ブーツとかもちゃんとカバーするようにこの風防がついてるって感じだね。すごく面白いです。引きずりそうだけど、これでも引きずらないね、足は。だからそれはオリジナルと同じような形でエンジニアブーツ履いて、こういう形で着るといいんじゃないかなっていうふうに、思ってます。で、まあこれで着るのもいいし、あとは僕はこれに革ジャン着るのも面白いなっていうふうに思ってるし、例えばカバーオールとか、重ね着で着ちゃうと、それはそれで面白いなっていうふうに思うんだけど、こんな感じ。だから結構守られてる感がすごくあるので、すごく活躍するバイクとか乗りでもいいし、まあタウンでもすごくね、全然面白い、スーツだなっていうふうに思ってるんだけど、こんな感じで着れると、なんかより洋服が楽しくなるんじゃないかなというふうに思ってるので、M サイズ、僕は165センチ？166ぐらい？60、今、7キロぐらいか。それで今 M サイズを着てて、ちょっとね、長め。なので、まあそうだね、まあフリーサイズじゃないけど、M と L で作ってあるっていうふうな形の、スーツになるので、ぜひ一度、着用してみたい、見ていただきたいなというふうに、思います。結構ね、ほんと、ジッパーいっぱい使ってるから結構値段はするんだけど、1箇所、2箇所、3箇所。で、これバラすと、なんかすごい複雑な形になってるんですよ、こんな感じで。で、ここまで外して、で、ここからジッパーがあり、で、ここにも、ジッパーがある。すごい変な形でこう、なんていうの、バラせるような感じで着るような感じなんだけど、トイレ行きやすいように、ここのジッパーを一応作りましたっていう形になってるんだね。
で、これ全部止めてもらって、でまたここボタンを止めていくという形かな。そう、こんな感じで。ちょっとね、変わった、用途。で、これ、要所にも載っているので、ちょっと今見てみましょうか。はい、これ、ハーレー・ダビッドソンの、1910年から1950年のハーレー・ダビッドソン、ブック・オブ・ファッションっていう、結構田中凛太郎さんが出してる洋書で、結構面白いハーレー・ダビッドソンの洋服とかたくさん出てるんだけど、ちょっとこれ見れる？これね、こいつは襟付きのタイプなんだけど、僕のやつは襟が付いてないタイプのものなんだけど、だいたい同じ形で、自分もやっぱりオリジナルのヴィンテージを持ってて、これ同じような状態のサイズ感で作り込んでったので、用途的には全部同じ。これ多分カッパ、まあ、こんな昔の雑誌とかにもこうやって出てるね、かっこいいね。実際こういう感じでハーレー・ダビッドソンとか、いろいろなバイク乗りがこの、まあ、スーツっていうかな、レインスーツみたいな感じかな。こいつが襟なしかな、襟なしで、これグレーのタイプで、やっぱりここに風防がついてる。こっちは風防がついてないんで、アジェストがあって、やっぱり同じこの切り返しになっていて、ポケが1個っていう形で、ここにジッパーがないんで、これ実際着るとちょっとかなり大変なので、やっぱここにジッパー、この横にもジッパーを一応作って作り込んでったっていうような形なので、まあ若干使いやすく修正はしてあるけど、ほとんどもう同じ状態で完成した、スーツになります。で、結構レアだから、まあぜひこれに革ジャンとか着て、バイク乗るのもいいんじゃないかなというふうに、思います。ぜひおすすめ。あと数が本当 ML でちょっとしかないんですけど、なんかこうモモンガーみたいなね、な感じ。これでもうバイクでもう転んでも全然これ大丈夫かどうかわかんないけど、まあ、こんな感じです。で、じゃあ次にちょっとね、出来上がった商品、このままちょっと続けて紹介していきたいなというふうに思うんだけど、今回できたのはこの、ご注文いただいた黒シャンっていうのかな、これ黒なのかな、ワーク40年代のワークジャケットで出来上がった、まあ40年代のコットンのワークジャケットかな、これも完成したので、いよいよもうこれオンラインで発売になってるの、なってるの。で、やっぱこれも今 M サイズちょっと着てみるんだけど、洗うとちょっとクシャッとなる感じになって、すごいタフ感のあるジャケットで出来上がったなっていうふうに、思ってます。ちょっとこれ着てみようかな。ちょっと脱ぐのが面倒なので、このスーツのまま、着ちゃうというね、こんな感じ。やっぱこのまあ何でも合うんだけど、そうね、ワークジャケット、まあ50年代じゃないね、やっぱり40年代かな。センターベンツもちゃんと入っていて、すごい活躍するジャケットだなというふうに思って。で、ポケットがね、変わってて、ここからも手が入る。これちょっと見れる？ここからも手が入って、ここにも手が入るタイプで作ってある。そうね、ちょっとギャザーもちゃんとこう後ろの方が、ギャザーだった。コットン 100% かな？結構いいコットンですよ、これ。味もあって、雰囲気も結構あるので、なんかもうこれ、こんな感じでバイク乗ると、本当に、40年代おじさんっていう感じなので、結構これもそうね、デニムとかでもいいし、グルービーのジェールパンツとかでもいいし、そんなのでこう楽しんでいただける、まあ本当にさらっとね、一枚もの、裏側もそうだね、生地も貼ってないので一枚もので、これから春夏とかには多分役立つんじゃないかなと。で、前にこの生地でジェルパンツも出したことある。ちょっと見てもらおう、これ。こんな感じですよ。まあ、黒シャンというのかな。でも洗うと本当に雰囲気が出てクシャッとなってね。いい感じの、ジャケットなので、こちらも完成しましたと
という形でちょっとねご紹介の方はさせていただきます。もうこれもオンラインにちょうど載ってるのかな、これもね、ちょうど数がちょっと少なくて、もちろんこれタロンジップ使ってる金の、ボタン、あ、棒ボタンの棒タロンかを使って完成しているので、ぜひこれも見ていただきたいなというふうに思います。続きまして、ついこの間できた、04のデュラベルをちょっと紹介していきたいなというふうに思うんだけども、展示会で予約をもらったものよりも音数をちょっと厚くした、厚い04に変わって、黒に関してはなんかニッケルを使うことにしたんだけど、ちょっとうるさすぎたんで僕は黒にこれ全部塗ってしまったっていうね。自分でなんか金属用の顔料で全部このジッパーも星も全部黒に今染めてみたんだけど、中が裏地は赤というかワインかで、表はレイヨンで、実際にこのレイヨンというかナイロンかな、こういうスタイルの革ジャンって結構存在するんだけど、どうしてもこの春夏に活用するライダースではない、なんかこう不白で出来上がったライダースをちょっと作りたくて、芯もしっかりしたのでベルトのところもすごくしっかりしている状態で、鉄バックル、同じあとタロンのジップで全部使ってあるので、結構パーツもしっかりとね出来上がってるジャケットが完成したんだけど、やっぱこれ着ると革ジャンと同じ、デュラベルだなっていう風な感じが、しますね。で、僕今着てるのがこれは S サイズかな、 S を今着てて、ちょっとデュラベルって大きいサイズがなので、通常結構僕は M サイズ着ること多いんだけど、これに関してはやっぱ S サイズ着るっていう感じ、こんな感じですね。なんかもうマーロンって感じです。やっぱなんかこいつはなんかファイブポケットでこう履くと面白いなって思うんだけど、まあスラックスとかでも全然いいんでしょうけど、やっぱここもねちゃんと長くて、1950何年の一応後期型かな、マーロンブランドが着てたのと同じ形のものを復元して作っていったシルエットで、出来上がってきたという感じのジャケット、まあ、これから多分いいですかね、春夏とかはちょっと涼しいんじゃないかなというふうに思う。革ジャンでもないので、今の時期だとちょっとまだこれ1枚だと寒いんだけど、一応こんなので一応完成したので、あと色が、ワインかな、これがワイン、ワインはね実際に結構いろんなメーカーが出してたりしてて、ベックとかでも出してるし、多分ハーレー・ダビッドソンとかでも出してるのかな。で、実際こんなような感じのワインなので、同じような形で、一応こいつはもうゴールドで全部出来上がってるんだけど、これはワインのタイプ。なかなかこの辺をこうマニアックなものを作っていくところがあまりないんじゃないかなというふうに思うんだけど、まあ、これもだんだんこうバイクに乗ったりとかして日焼けしてやれてくるとかっこよくなるんじゃないかなというふうに思ってるんだけど、今僕がこれ着てるのが、S サイズか、 S で大体シルエットが、こんな感じ、まあジャスト感がちょっとあるっていう感じかな。ちょっと M 着てみよっか、これ1個上なんだけど、 M サイズ、 M サイズの方がちょっとこうゆとりがある感じかな。これちょっとこれ見れる、ほら美しい、なんかねもうここのなんていうの、バックルもこのデュラベルについてたバックル、こっちはゴールドなんだけど、このバックル、デュラベルについてたバックルを復元したんですよ、これで。今自分がつけてるこのバックルも確かデュラベルについてたバックルのこれと同じものなんだけど、こっちは鉄でそのまんまだ、少し錆びてきてるような感じで、こいつはもうオリジナルと同じようにこれゴールドになってるんだけど、これがだんだんやれてくると擦れてきてかっこよくなるんだけど、ここはもう全部真鍮とかな、みんなゴールドの色で全部作ってあって、これもみんなタロンジップ、デュラベルのここが確か20センチぐらいだったかな、デュラベルの特徴の一つであるんだけど、前側にこのね、ジップ、長いジッパーが入るっていうのと、あとここがちゃんと
なんて言うんだろう、こう、なんて言うの、お、なんて言うの、こうなってるんですよ。こうちゃんとこうなんて切れ目があって、アクションプリーツもあって、でここからちゃんとこうベルトの方が出るっていうね、デュラベルの後期の形だったかな。で一応復元して作ってた。結構忠実に形の方は作ってたんだけど、デュラベルってここすごく細いので、ここのウエストだけちょっと広げた。シルエットになっていて、あとはほとんど襟の形から、ジッパーのサイズから、身幅、肩幅、全部同じぐらいにしてるんだけど、ちょっとやっぱり大きいね、M だと自分は。だ結構皆さん前の革ジャンの時もデュラベルを買ってもらった時はあのサイズを一つ下げて買ってたような気がするんだけどね、僕は通常 M だけどやっぱり S サイズ起きてるし、で L サイズの人が M を着るっていう感じです。なんかワインはね、ワインで本当になんかヴィンテージっぽい、リアルにこうヴィンテージっぽい、こんな柄でこんなデュラベル作るブランドは多分ないんじゃないかなと思うんだけど、結構マニアックですよ、かなり。なんかこうだらしなく着るのもね、なんかかっこいいなというふうに思うので、ぜひこれはオンラインでいよいよ発売になったなるそろそろなるかも。ただ数がちょっと少ないから、東京のトゥッティフルッティさんか四角グルービンでちょっと話があってとか、また取扱店の方でもし欲しいとかってなっちゃうとなくなってしまう可能性もあるんだけど、まもなくオンラインで、この2色かな、発売になるので、ぜひ、お試しいただきたいなというふうに、思います。ちょっとね、今日はちょっと風邪気味なんですよ、僕は。この間、昨日までちょっと寝込んでた。だからちょっと鼻水がね、ダラリーノっていう風な感じになってるんで、あんまりこう喋ってると、ちょっと鼻水がベローンって出ちゃうから、今日はちょっとこのぐらいにしとくかな、お話としてはね。まあもうおじさんだからあんまり無理しない。もうやれるところまではやるんだけど、あんまり無理しちゃうとね、倒れちゃうので、だこういう感じでこうカスタムすると、なんか洋服も面白くなるかなというふうに思うので、さっきのつなぎもいいですし、あとこのワークジャケね、これなんか結構もう大人チックな感じ のワークで、変にね、もう文字とかいらない、これは。もう大人はもうこの無地でシルエットで楽しんでいただきたいなというふうに思っているのと、それから、もうこれちょっと見て、これなんか家でこうやって吊るしてるだけでなんか楽しくなる、かっこいい。本当になんかこうヴィンテージじゃんかな、これオリジナルで今も eBay とか海外のオークションとかでも出てるけど、めちゃくちゃ高いですよこれ。多分僕アメリカのインスピレーションでこれ出てたけど、1500ドルから2000ドルぐらいしてたかな。今日本円で150円ぐらいだと考えたとしたって、やっぱり20万から30万ぐらいするからね。ただこれ、なんて言うんだろうな、ちょっとウールとコットンで作ってあるんで、オリジナルはもうちょっとね、なんかカサカサした感じの、生地なんですよ。ちょうど、なんて言うんだろうな、カッパでよく使うような生地使うんだけど、ただシルエットとかはどうしてもこれでね、この生地でちょっと作りたかったんで、ちょっとこれヘリンボーンかい？若干ヘリンボーンには感じの、オリーブの色なんだけど、こんなので完成したので、ぜひ、いろいろと、グルービンのショピファイを、見ていただきたいなというふうに思います。まあ今日は、風邪気味だからね、これ。糖尿だし、まだ。ちょっとこれまだ、注射は終わったんですよ、おかげさまで。でも今日、ちょっとヘモグロビン H1C がちょっと上がってしまったので、まあ、健康に気をつけて、頑張っていきたいというふうに思います。また、グルービンどうぞ。よろしくお願いします。So, today...
Today? Okay? 繊細のコマーシャル Okay? Okay? Wow! とっても汚い汚くないよおすすめ洗剤おすすめ洗剤で洗うとわーアメイジーこんなに真っ白これオンエアだからねこれオンエアするからねこれ真っ白真っ白系真っ白わーアメイジー本日はスーパー激落ち洗剤グルービンのグルービンのスーパー激落ち洗剤マックスマックさんだ。OK, OK, thank you. Thank you, まゆみさん。バカ。バカ。OK now? OK? おー、汚いね。今日は、グルービーのスーパー激落ち、マックス。あ、なんだっけ激落ちじゃねえや。スーパー洗剤。スーパー洗剤のご紹介。とてもよく落ちるよスーパー激落ち、マックスとてもクリーニーきれいになるねスメールオッケーノープロブロムおすすめね Thank you